かかと落とし、喧嘩に持ち込まれちゃ勝ち目ねえよ。こんなに自分の思いをさらけ出せる場所なんて、もう二度と巡り会えないだろうな。でも殺すよ。それが正しいと信じてるから。最後の力だな。舌を噛んで弾を防いだ。殺してみろよ、渚くん。俺にはなかったその才能で、それを全部へし折って俺が勝つ。全ての殺気が凝縮されてる。これさえ防げば俺の勝ちだ。殺気がない。いやダメ。腕で頸動脈を締め上げて意識を奪う。さっきの三角締めより完璧な体勢で決まってる。絶対に言うこと聞かせ。カルマにあんなに鮮やかに寝技を決めるかよ。渚君は自分の最大の得意分野の暗殺技術を捨て駒に使い、決め技に格闘技を選んだ。自分ではなくカルマ君の最も得意な分野で決着をつけるために。俺が渚くんにやったのと同じように、俺に敗北をちゃんと認めさせるために。マジやばい。このままだと落ちる。ナイフが。あの近くに。僕が喧嘩怖いから多分一生できないよ。まあやらなきゃ死ぬってんなら別だけど。ギブ、降参。俺の負けだよ、渚。聞けって。そこまで。赤チームの降伏により、青チーム殺さない派の勝ちとする。やったー。勝っちゃったよ、渚。勝った。カルマ君に。